はい、行きます。はい、どうも。実況日高2個目パート2インサイド始めます。じゃあここからね、ここに進めていきます。はい、どうぞ。はい、じゃあ楽しんでいきまーすマジでこれほんと楽しいですね、うんうん、こっから2人は初見だからね。そうそうそう、なんかトラックのところにゾンビいるよ。わからないところは2人でちょっと考えながらですね、やってもうリアクションじゃあマジで楽しいんだって。これやばいっすよ。こっちはね、少しツールやったからね、チェーンがあるね。これやばい、楽しいっす、うん、そうそうそう、俺登れ、俺頑張れ、俺頑張れ。で、さっきこんな写真、ここ普通に影だったっていう。あー走ってやったらガーンってぶつかって意味なくて。で、こっからが自分の初めてのステージですね。そう、またヒヨコと思ったんですよ。鳥なんですよ。ヒヨコじゃないてか絶対こう落とすやつじゃないですか、これだ、ね、上にあるやつ。でもどうしようもないんです。どうなるかな。ここの手もでしょと思うんですけど、なんかここからなんかはしごを登ってまず上に行くみたいな。で、ここから自分が止まったところなんで未体験なんで。あ、おお、すごい。死なないようだった。これおかしいな、どこかな。ここから自分やってないんで、で、これを引っ張るのかなと思って。そうでもないから、これ登るんじゃない。なるほどな、オッケーオッケー。で、上まで登ってですね、飛び移るパターンだね。シュイ、いけるのか。おー、いけた。おー、いけた。で、これで落とすのか。はい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 。おー、今回どうなるんだろう。で、あ、下が穴開くのか。俺はこれを待ってた。なるほどね、死ぬのか落としつつ横に逃げるみたいな。あー、なるほどな。だからこう色落としてゆっくりなんじゃ、色が違かったんだ。いけいけおおあっち受けたのが、うん、レイ、うん、押してたね、あの箱の上乗ってるばよ。はいはいはい、あ、そう、一緒に確かに自分だったらやるかやってそのまま押してか死ぬよ。絶対死ぬって。ケイはこの、うん、キー回すのも思いつかなかったよ。あは、あいつアホだな。さすがだ、ケイ、あー、アホケイはイレイさんとツークが絶対苦手って言ってたから。見てみ、これありありあり、見てみ。そのまま落ちたら死ぬパターンと思うんですよ、自分も。で、なんかね、さっきレイが乗って落ちたら死ぬってじゃないですかとりあえずとりあえずなんか降り、とりあえず降りてみた方がいい。じゃあとりあえず降りますよ。おお、できた、できた。なんかごめんなさい、気になっちゃうんで、ね、は行ってみた。まず中入ってからか。なんか、なんか機械ある。触ってみる、とりあえず。うん。これが、こっちはいいんだけど、ストーリーに関係なくて、うん、多分あの、裏ステージに行くんだけど、うん、全部のステージのうち何個あるか俺も調べてもなければ分からないんだけど、うん、あと1個まで俺見つけたわけ、途中で、うん。多分これ全部探したら、違うステージが出るのか、うん、違うエンディングになるんだはず。あ、これは一応普通に進む段階で関係ないわけよ。ああ、なるほどね。そうなんだ。だから何も起きないわけよ。なるほどなるほど。だからパチンってやらなくても進めるわけ。だからこっちね、あっち気にしないで右に行ってたらもうそのまま進むから。もう行けるんだ。で、なんかライト。そういう場所。そろそろ。あっちは。またエンジンだね。ね、ですね。上の扉が開きました。で、離したら閉まるわけではない。で、ここで頭がカチンコする。するのかな。
こうか。知恵を出し合ってくれ。待って。そうや、離れたらね。こことこ、あ、ってことは。いい速度。おーっとびっくりした。こっちあっちのレバー戻さないでから一生走ってる人がいるから。ああ。そういうことか。やだ。指でやっぱりちょっと。ピタッと止めきれない。さすがに。お？川がある。水ではない。ビビリなんで慎重にいっちゃうんですよ。無駄に。おしなこれしななんか滑れるんじゃん。で、ジャンプ滑った間じゃん。飛んで、捕まるってことでしょ。あは、捕まる。これ上の方。多分、なんか背中見えてんかった。でもこれあれでもさっきの言うあの玉ではね。これね、これ探しは全クリしてからでもいいかなと思って。なるほどな。まだ俺もやってない。ちょっ。とりあえず進んで。これなんか下にめっちゃいる変なやつ。上に行く。これ下にさっきのやつ開けなくていいの。上か。下行ったら死ぬんじゃん。死にます。落ちルーラーと一緒じゃん。ああ、なるほど。さっきのなんか弾が開けれそうな感じでした。じゃあ今の通勤落ちたので、多分こんなして降りるんだなっていうのを思いついた。分かった分かった、今ので、ね、多分あれでテイ斜めって判定ないからよしよしよし。大丈夫なやつ、これ知らないやつ、ビビったわ。で、ここジャンプね、ここジャンプね。走るよ走らんかい。よし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 。大丈夫？犬子の犬、大丈夫？ワンちゃんあ、なんかゾンビでいっぱいいるけど、これロープ？いや、これに捕まるんじゃん。このパイプか、なるほど。おお、さすが。あれ、リレーさんでもできるんじゃないか、ね、やばいっすね。ジャンプしたら今のね、死んでたんだろうね。バイバーイ。見つかったりしないしない。ゾンビだから大丈夫。あ、壊した。なるほどね、ちゃんこ壊しいか。リアルだね、この辺。ちゃんこ壊しい。ちょっとピョンピョン。ピョンピョンってずってる人、一生入れんから。ああ、こっち。腕がこう伸びていくから、あ、なんか違うと思った。はい、落ちますよ。落ちるよー。ああ、大丈夫だ。で、これで登るでしょ。なんかネズミいるよ。食われるこれ。ネズミ？ネズミに。いや、これあれだよ。降りて、はしごを反対側に倒すんだよ。さすが。きれいさん、さすが。俺絶対上行って壁蹴るんだろうじゃん。同じ俺もそう考えた。一緒だよ。死にむかつくやつ。降りたからこれできたらあれだよ。いや、これ消さないで。こいつなんかピクピクしてたね。ね。
さあジャンプしようか。いいですね。関係ない。K よりも全然優秀なエージェントですね。これもあれじゃない。同じようにと分かるんで。どうなる？あ、これもなるほど。違う。掴む感じしない。ってことはさっき、あ、なるほどな。多分これエレベーターなんですけど、電源入れてから下ろすのかなと思って。動かすのか。もしかしたら。でも、どう動くか分からない。関係ないのかな。これ柱に隠れながらね、今影があったから。全然違う。いいね。でこっち今行けたね。今行けたね。これを左に行った時に右に行く。こいつが動いてる。目的に行くー。行くー。なるほどね。締める。いいね。いいとこ行ってるよ、二人とも。あのゾンビが動かなかったらビビらされる。
これでビビって動いたら食われるパターン。でしょうね。そうじゃない。そうじゃないパターンだ。ここ難しいね。こっちも動いて動いていいパターン。そうですね。ここちょっと卑怯ですね。はいはいはい。ここも動いていいんじゃん。動いていいんじゃん。あ、動いてもダメか。やっぱなんかタイミングあるんでしょうね。何があった？なんか今の電気バシンって打たれました。あ、ライトがある時にあれじゃないんだ。ね。そうなんだよ。ね、こいつがなんか叫んだタイミングがライトアップしたっけな。心臓の調子、心臓の調子。今じゃこれ今行ってもらえる。ガシャーン。そうだ。あ、でもなんか近かったんじゃん。そうでもない。割る感じだよ。これで。あ、ダメか。ジャンプして犬バーンみたいな。あの早かったんだね、ジャンプが。で、今下に落ちすぎたって。あ、来た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 。あ、なるほどね。怖いよね。で、上のやつで落ちす。いいよいいよ。いいよいいよ。ルルルル。楽しくなってきたな。よよよよよ。で、なんか、これ仕掛けまだあったりする。ここにやめてほしいよね。じゃあ最後に押してみようね。マジ犬やめてほしい。怖い。マジで怖い。あ、ないか。よし。さて、あ、絶対なんかこれあるよね。上。あ、でもう一回また頑張って動かすパターンじゃん。なんですけど、これを動かせばいいんだよ。この。そう、今これこいつね、こいつね、こいつですね。これをこんなするところですね。だけどここにはまりきれないパターンだからこいつを引っ張る。あ、何もない。あ、あれだよ。これもう一回いっぱい持ってきて、あ、はまってあそこで降りればいいんだよ。なるほどね、なるほどね。ここで、あ、なるほどね。今ちょっとしゅんさん笑ってるから。そうそうそう、いいね。この協力プレイいいよ。で、あそこで降りれば、そしたら入れる。ピンポンですね。で、ここで降りる。だからそういう意味だったんだな。待て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 、行き過ぎ行き過ぎ。お前死ぬぞ死ぬぞ。自殺自殺飛び降り。よし。で、あー、なるほどね。だから2個あったんだね。そう。いいですね。協力プレイ。いい感じで。うらーって今度落ちた。どうした。いけるかな。よいしょ。で、けど大事なところまで行ってから行った。そうですね。ここで一応行っていいんですよね。ガンガン行ってから。ガンガン行っていいんですよね。で、あ、足バグあるけど、なんだろうこれ、なんだろうなる、消える消える。なんかね、動かしそう。あ、しかも階段ない。ってことは、開けて押さないといけない。で、何かこう上に置かないといけない。ってことは、これが、こいつ。関係ないね。これこっちもなんか電気ありますね。あ、待って。あ、懐かしい、ここ。で、こいつが。やっぱりな、出てきたね。引っ張るの。こっちを引っ張る。何もいけない。多分。で、これを開けないといけないから。じゃあ、開けないといけない。
あ、これでこいつを上で止めるってことでしょ。と思うんですけど、これでやるじゃないですか。で、下を押したらこいつが落ちるのかこいつが落ちるのか気になるんですよ。多分とりあえず試してからですね。うわよいしょよいしょ。え、イライラする。これ、こっちで止まるみたいな。こいつをこっちの上で止めといた方がいいパターンじゃない。あ、そういうか、そうか。ってことは、そしたらこれをあっちに押してからなんじゃないんだよ、もしかしたら。イレイさん、多分それで今シュンさん終わらせたと思います。もうちょい、うん、これがいいですよね、多分。多分、だはずね。そしてなるほどな。今引っ掛けられてましたけどね。気持ちいいよね。いいっすね。好きめっちゃいいっすね。頭にこうで、ここのレバーが気になるね。大丈夫なのか。もうちょっといったら多分ゆきのさん用意するんじゃない。ああ、しかみすぎて、俺このシーン初めて見た。何ですか。おお。いや、たまに操作変わったでしょ。そうそう。そのままでもいいやな。いいじゃん。じゃあ次次第交換しますか。ここ難しい。皆さん、お菓子食べる。頭働かさんで行く。また簡単だって。これが簡単なこと。あ、なるほど。エルヤさんもこれ。分かった。これだ。この落ちる位置までギリギリ左側まで寄せといて、こいつで開けて下を押して落とすっていう。ああ。まあ、落ちるっていうのが正解だったとしたら。2段目1回止めようか。そうそう、潜るパターンで。あ、なんかこれ関係してくる。もしかしたら違う、潜るんじゃなくて潜るんじゃなくて潜る下からこっちからじゃ全然何も見えないんですけど、もしかしたら何もない、何もない、反対も
いレバーある。ね。なるほど。いいかな。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬ死ぬ死ぬ死んだ。なるほどね。なるほどね。そういうパターンもあるのね、やっぱり。で、イカダを動く。チェックポイントにしましょうか。チェックポイント、はい、じゃあインサイド実況プレイ2回目この辺で一旦止めます。それではまた第3弾で第3弾で楽しい